発表になりますが、よろしくお願いいたします。はい、ちょっと皆さん資料が立派すぎてどうしようって感じなんですけど、ごめんなさい、私写真を持ってきただけ。いやいいよ、あのね、僕らが求めてたのは逆にそれだよです。それだよ。みんなに写真 3,4 枚ぐらいでっていう連絡をねしたところもあったりするぐらいなんで、それで、あ、そのファイルがいいと思います。はい、はい、あ、いいですね。はい、フェスティバル東京の荒川と申します。池袋西口公園でですね、福島を、主催した。まあ、今までフェスティバル東京の資料で散々こう全国でやられてきたフェスティバル福島って何回も帰ってきたんですけど、このような機会で初めて皆さんの顔を合わせることができて嬉しいなと思っております。フェスティバル東京なんですけれども、本来はまあ舞台芸術の祭典と我々は言っておりまして、東京池袋を中心として、まあ、毎年10月11月あたりに年1回やっている舞台芸術のフェスティバルになるんですけれども、基本は、まあ、豊島区内にある西巣鴨創造社っていうところだったり、東京芸術劇場だったりとか、まあ、劇場内でやるような作品を取り扱っているフェスティバルになっておりまして、まあ、野外でやるイベントは、まあ、今までにも、まあ、野外作品とかもまあ作ってはきたんですが、このようなまあ音楽イベントというか、まあお祭りのようなものは作るのが初めてだったので、どうしたもんかなというので、すごく去年は作るのが大変でしたね。なので、まあ福島でまあ開催したものをただ真似こうして、まあそのまま持ってくるっていうだけではなくて、まあ池袋ならではのことをどうしたら作れるかなというのをかなり模索したのを今でも覚えてますね。なので、まあ池袋らしさというのを出すために、去年はまあ池袋西口音頭というものを、まあ池袋の街の皆さんから言葉を集めて、それを大友さんにつないでもらって作曲してもらって、まあ作ったりとかもしたりとか、まあ豊島区にフクロウのゆるキャラが4体もいるんですけれども、まあそのゆるキャラを出したりとかして、なんとか池袋らしさを出そうというふうに頑張ってはいたんですけれども、まあとはいえ、やっぱり一番去年やってみて収穫だったのは、まあフェスティバル東京って結構、まあいわゆる尖った舞台芸術祭って言われることが多いんですけれども、なのでまあ結構コアな方が通うようなフェスティバルっていうイメージが強いフェスティバルなんですが、まあ大風呂敷を作るっていうことで、まあ、今までに出会ったことのないような地域の、まあ、おばあさんというか、地域のおばあさんだったりおじいさんだったりとか、子どもの方にも参加していただけたっていうことがかなり大きな収穫だったのかなというふうに思っております。で、今出していただいている写真が去年の池袋西口公園でやったフェスティバル福島の写真になっております。で、池袋西口公園が、まあ、円形だったということだったので、まあただ丸を作ってもちょっともったいないねということで、このファイルの中に入っているか覚えていないんですが、あるか、上から撮った写真がない、ないですね。ないんですが、あのプロジェクト福島のマークを、お手持ちの資料、そう、お手持ちの資料に配ってないですね。あの帰る時にあのもらっていっていただければと思うんですが、あのプロジェクト福島のマークの大風呂敷を作ったりとかもしました。で、今年もですね、実は10月31日11月1日に開催することが決定しております。で、去年は本当にもうこれを作ったりすることで精一杯だったんですが、まあ、今年はつなぐっていうことを裏テーマにというかして、まあ、いろいろな試みを始めまして、はい、始めたんですが、まあハッピー作り隊というものと、あと盆踊り隊という試みを始めました。それがですね、ハッピー、今何か誰も探している、誰も探している、あのうちのスタッフがもう一人、今配ってます、小池さんが来てる、そうです、あと小池さんも来ていただいてるんですけれども、そうですね、まあ大風呂敷ももちろん皆さんこう全国をつなぐものとして
あるとは思うんですけど、それだけじゃなくて他にもこう何かないかなと思った時に、あとまあワークショップとかに参加してもらう人がもう少しモチベーションを高く続けられないかなっていうものを作んなきゃなと思った時に、ハッピっていいんじゃないかなと思って、今年はこのハッピを作ることにしまして、うん、ハッピ作り隊といって隊員を募って皆さんに作ってもらいました。そこにいらっしゃる中山さんは実はハッピ作り隊だったりするんですけれども、でそのハッピ作り隊の方々が作ってくださったハッピを使って今度は盆踊り隊っていう人をまた集めまして、その人たちが、まあ、豊島区内のいわゆる昔から続いているような盆踊り大会だったり、 ありがとうございます、あれです、荒らし回るやつですね。そう本当にこうもう43回とかもう43年の歴史を持つようなすごい古い盆踊り大会とかにこのハッピーを着て、池袋西口音頭 とこの巣鴨の時はええじゃないか音頭も踊らせていただいたりとかして、どうじゃないか完全に豊島区制覇っていう一つにまとめ上げるぞ。そうですね、まあ、でも今年はやっぱり1年目というか、まあ急にお話を持ちかけたこともあって、なかなかこうやっぱり地域の壁は厚いというかのもあって、まあ、あんまりそんなにはいけなかったんですが、まあ、巣鴨だったりとか、そうですね、すみません写真がやけにここに入っているんです、流氷のことなんです。でもハッピー作りもあれですよね、その FT さんが作ったハッピー作りを今度福島の盆踊りでも着たいからっていうことで、逆にこう FT からハッピー作りの先生を、ハッピー作りの先生というのは荒川さんのお母さんがなんかその図面というか型紙を起こしてくださって、福島に来てくださって、お母さんが福島に指導しに来てもらうっていう、なんか不思議な、またなんかすごいいい形だなと思って、うんうん、東京から今度こう福島にこういう技術を教えてくれる、まあ、ちょっとあえてプロを入れずに、なんかこう母を入れて良かったのかなっていう。これは、あ、これはそうです、アンサンブルズパレードにもお邪魔させていただきましたね。本当にありとあらゆるところに乗り込んでいってますね、もう今年は。そうですね、本当に一生懸命いろんなところに乗り込みました。これは最初にやった盆踊り隊のマスターワークショップといって、まあ、振りを完璧に覚えてくださいねというすごい重圧の中を行われたワークショップ、あ、これはハッピー作り隊の人たちのワークショップですね。そうですね、こんな感じです。はい、10月11月に行われるフェスティバルとは言いつつも、夏からいろいろな活動を頑張ってしておりました。で、これは、福島の時の写真ですね。あれですね、福島遠足の時ですね。そうですね、遠足にも盆踊り隊の方々がいらしてくださいました。荒川さんやっぱり前で、そうですね、私は喋るのが苦手なんですが見えましたね。はい、はい、こんな感じで、じゃあ改めてもう一回告知だけして本番というか、はい、締めますか。でこのあと10月31日、11月1日に、我々池袋西口公園で本番がありますが、その前に去年作った大風呂敷、まだ、メンテナンスが必要なところがあるということで、また今度は大風呂敷修復隊というものを作りましたので、今募集がちょうど開始されているところですので、よろしければフェスティバル東京のウェブサイトをご覧いただいてお手伝いに来ていただけると嬉しいと思っております。よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。